イガース。タイガースです。ガオー。さあということで本日断食5日目となります。日付はですね8月の30日、体重がですね78キロと昨日とほぼ変わらず、もうですね多分こっからの体重の減り方っていうのは一定というか決まった数でしか減っていかないですね。なんでかって言いますと、この脂肪っていうのはまあ1キロ燃焼するのにカロリーが7200キロカロリー必要なんですね。なので昨日1日の消費カロリーがだいたい2000キロカロリーぐらいですかね、男だったら。まあ今ご飯食べてないんで、もっとちょっと下がってる1800とか落ち込んでる可能性は、あるんで、だからまあ1日2000キロカロリーだとしても、まあだから7000いくのに、まあ、約1週間ぐらい、はい、1キロ脂肪を減らすのに1週間ぐらい何も食べなくてもかかるっていうことが計算上分かってるところですね。一番注目してもらいたいのはやっぱり喘息が治るのかどうかっていうそこですよね。喘息持ってる人には分かると思うんですけど、かなり辛いんですよね。これちょっと歩いたり走ったりするだけでもう苦しくなっちゃって、普通の生活をね取り戻すために今これやってるん、賛否両論あるとは思いますけども、まあ水だけの生活全然快適に過ごせてます。なのでね、順調にあと2日で1週間ですかね、過ごしていけたらなと思ってます。それでは皆さん、明日も応援してください。ガオー。